幹事長 YouTuber が既得権益をぶっ壊すということで、9月3日金曜日10時27分なんで10時57分じゃないか10時57分こうやってると意外と便利ですよね。あ、これ新しいやつかなと思って、2019年9月6日金曜日10時58分です。7分から8分に変わりました。時刻は10時58分をお届けします。昔そういうのあったのでなくなったな。はい、さて、前回立花さんとの出会いでもう出会いの前哨戦というのがありました。 NHK 時代の立花さんが、私がニューヨークタイムズ時代に書いた記事などやそういうのをご覧になっていて、日本のメディアを書いてましたから、一方的に知ってたということだったと。でそれで、知り合いのジャーナリストに紹介されて会ったというのがこの辺りだったというところまでお話ししたんですが、いよいよ、お会いした後に今度立花さんが NHK の内部告発をします、週刊文春、ね、でその頃私自身が今言ったようにこの海老沢さんの問題を、特に NHK の問題を、これ電通とかの問題だったんですけど、そうじゃなくて今度いよいよこの NHK の問題を取材するんですね。それが2002年から2003年2004年ぐらいだと記憶しているん でそれは何かというと、文藝春秋という月刊誌に主に私は連載しました。週刊誌の方は、週刊文春の方は中村龍太郎さんがやってました。で私自身は月刊の方で主に、記事を、トップ記事を書いたりしてたんですが、その海老沢さんの参戦のインタビューなどをして、さらに NHK のエビジョイルというね言葉、エビジョイル、今からひどいですね、ジョイルという言葉を初めて月刊文藝春秋で使って、それで、この参戦でちょっとおごってるんじゃないかというのと、この NHK という組織が政治権力に近すぎるんじゃないか、政治権力、つまり国会予算承認とか、決算もありますけど、国会承認があるんで、そのゆえに NHK が国会議員に頭を下げる、特に与党、当時は停止委員会というんですが、郵政族、今は総務委員会になりましたけど、そこに頭を下げるだけじゃなくて、結果として番組内容や報道にも影響を与えているんじゃないか、この距離感の問題が、実はこの海老沢さんという政治部のドン、かつての、橋本富三郎さんとか田中角栄さんの先輩ですからね、の人たちとの付き合いによって生み出されて、癒着が生まれ、NHK は健全な報道機関としての役割を果たさなくなっているんじゃないかという記事を、この文藝春秋、あるいは朝日新聞とかでも連載してました、当時、毎日新聞とか、私自身が、その名前を付けたのがその記事だったんですね、エビ・ジョイル。で、これね、面白い話があるんですよ、余談ですが、このエビ・ジョイルにつけたら、すぐにね、これまだあるのかな、ちょっと分かんないな、流行語大賞っていうのがあったんですね、今あるかな、あります、あ、いなかった。流行大賞っていうのがあって、でこれがね、すぐね、今ユーキャンさんだったかな、この前までは、やってて、当時はね、自由国民社だけが単独でやってた流行語大賞っていうのがあったんですよ。すぐにこれ出た瞬間にノミネートされてですね、編集部に電話がかかってきたんです。エビジョイルってノミネートされましたと。で、僕もまだ30代ぐらいだから、あ、流行語大賞だって、いよいよノミネートかみたいな、ちょっと嬉しかったんですね。で、ジャーナリストやってましたから。で、そしたらね、お昼ぐらいに電話をもらって、上杉さん、ノミネートされましたよと。またこの時期ですから、この世の中にツイッターもフェイスブックもないですよね。ツイッター、フェイスブックは2006年ですかね、2つとも、ザッカーバーグが作って、ツイッターは今日、2人が運営が作ったんだけど、そういうのもない。YouTube あったかな。で、YouTube ありましたね。で、いずれにしろこの流行語大賞っていうのは電話かかってきて、そして、ノミネートされましたと、おめでとうございますと来たんですが、その4時間後ぐらい夕方に、ごめんなさい、取り消してくださいと。え、なんで、なんでってなったわけです。なんでってなったら、実はエビジョイル、流行語大賞っていうのは、これノミネートされると、その日の夕方の NHK ニュースで、NHK ニュース、
ここで流すんですよ。で、自分のニュースで自分の会長を批判できないっていう、これ海外はするんですよ。だから NHK 立場さん出れないでしょ。これ出れないんじゃなくて出さないだけですから。海外はフェアだから出すんです。自分の批判をしようが何しようが、ルールは最初に決めたものを守るから。だから流行語大賞っていうルールは、この後はノミネートされたら NHK 流すってルールを作ってるんだったら、本当はこれを流すべきなんですけど、まあね、流せなかったんでしょう、怒られるから取り消したんです。で、それ以降流行語大賞は個人の、否定的な攻撃のやつは一切ノミネートされてませんから、まあだからつまんないものになっちゃってるんですよ。まあどうでもいいとしてね。で、話を戻すと、この NHK と政治権力の癒着、ここ年頃になっているこの関係を、総合企画室などを含めて、これちょっと不健全じゃないかと、ということの記事を文藝春秋で書きました。で、文藝春秋で書いて、で、この文藝春秋で書く内容でよく覚えているのが、まあ、決算とかね、予算の承認というのは、これ実は BBC も同じ形の公共放送ですから、公共放送ね、だんだん汚くなってきたな、一回消しましょうか。そう、公共放送ね。ああ、公共放送。公共放送っていうのは、あの、国営と違いますよ。よくみんな勘違いしてる人いますけど、国営というのは、まあ、これ基本的に税金で国の方ががっつり、仕組みを作ってお金取れる、取りっぱぐれがないようにするんですけど、公共放送っていうのはまさに、受信料で、そのところは、まあ、自主的っていうかね、少しあの国家からの権力からの距離を取るために作ってるわけですよ。にもかかわらず、この公共放送の NHK、もともとは BBC、イギリスのブリティッシュ・ブロードキャスティング・コミティだったかな、何だっけな、忘れちゃった。BBC を模範として作りました。で、この BBC を作ったんだけど、BBC はね、基本的には癒着をしてたと言いながら、もう決算なんですよ、政治家が口出せるのは。で、なんで決算かというと、決算は後でしょ。ここでチェックするんです、国は。NHK は予算なんです。今回誰か予算委員会ありましたね。予算でチェックするから、事前に、まあ、簡単に言うと検閲。検閲が可能なんです。この仕組みはおかしいでしょうと。独立しましょうよという記事です。で、まあ、そういう記事を書いて、この癒着がいけないと。エビサさんは悪いと言ってるんじゃないです。NHK は、ここから権力から独立してもっと堂々とした報道機関になるべきだということを言っただけなんですね。で、それを書き続けて、で、立花さんは週刊文春などで内部告発、受信料とか、まあお互い目指しているのは NHK を健全化するため。つまり2人ともね、 NHK 大好きだから、僕も立花さんも、立花さんは絶対 NHK 愛してると思います。まあ一言で言うとね、立花さんのね、形容するとよく昔使ったんですけど、もう NHK 愛ですよ。もう腹立つのにもびっくり、 NHK 愛だからこそ今やってるんですよ。 NHK をぶっ壊すみたいな、あれ NHK に関心なかったらはっきり言ってやりませんから。実際私は文藝春秋で2004年ぐらいまでから NHK の記事を書いてましたけど、途中で他の仕事がしたくなったのと、他にどんどん興味が、当時はね、小泉純一郎さんとかね、あ、小泉純一郎さんね、関心があったね、ということでね、そっちの方に取材が移るわけです。で、立花さんはずっとやってるわけですよ。ほんと偉いと思いますよ。だって一つのことをずっと追い続けるってなかなかできないでしょ。僕は秋章なんで、例えばね、スポーツの取材をしたら、次に今度別の外務省の取材をしたら、次に今度は NHK やって、次に TBS やって、放送全体やって、でそれで満足しちゃったら、今度は政治家小泉純一郎さんの取材したら、今度は安倍さんやったり、まあ、そういうふうにずっとやってたんです。例えばこの海外の取材が関心あったんで、2003年にはイラク行ったりね、北朝鮮行ったり、2006年にはキューバ行ったり、もう海外取材もする、まあ、そんなような形の、まあいろんなことを取材してました。でもすごいな、立花さん、本当に NHK 一本ずっと来る、いや、すごい人だなと思いまして、で、文藝春秋書いて、で、それで、まあ、本人とも会うようになって、立花さんは当時ね、奥さんと住んでたのかな、なんかどっかのマンションに僕行ったんですよね、料理かなんかの。
覚えてないんだけど、立花さんに聞こえるんだけど、おお、10分過ぎてる。ね、そしてそこに行って、で、それで、なんか話もしたり、書類を見せてもらったりした記憶もあります。で、その後に、この文藝春秋、NHK なども含めて、ずっと、追ってるジャーナリストとして僕は認識をしてたわけです。まあ、パチプロという認識もありました。僕はパチプロ全くやらないんで、パチプロよく食っていけんなと思いましたけど、で、ここに来るわけですね。2006年、ニュースの真相。これ私が、キャスターに抜擢されて、2006年の4月からやってるんで、おそらくこの後に、そうだと、NHK 問題、僕ももちろん言ったけど、立花さんを番組呼ぼうと思って。まあ結構、まあ今だから言うけど苦労しました。大体プロデューサーとか邪魔するし、もちろんね、放送局からしたら、そんなお前、誰も聞いたこともないやつ呼んでいいのかって。で、毎回聞いたことないやつ呼んでましたけど。で、津田大輔とかね、あれまだ一回もテレビ見たことない時に出したり。この番組そうだったんですよ。僕が、とにかく有名人よりも無名な人、大文字で語る人よりも現場を歩いてる人を優先するということでゲスト選定を任させてもらって、で僕が立花さんに出てもらいたいと思ってオファーして、で立花さんに出てもらったと。でそれがね、昨日か一昨日なんか誰かがアップしてくれてたんで、お懐かしいなと思って見てたんですが、まあ2人とも30代痩せてましたよ。伊藤さん太ってますねもうね、とにかくね、こんなになってないし、立花さんもあんななってないし、まあ、二人とも痩せてて、まだ夢もあったし、まあ、さっきも言ったけど、まあ本当にね、なんか、立花さんは NHK、僕は当時はもうメディアね、日本のメディアを良くしたいと、まあ、本当その一心で、このニュースの真相に立花さんに出てもらって、生番組ですけど、話をして、そして NHK の問題というのは、実は、こんな風にさまざまな問題なんだ。もちろんスクランブルもそうだし、あるいはね、待機の問題もあったし、チャンネルの問題、それから地デジじゃなくて、当時ね、アナログハイビジョンの問題もありましたね。まあ本当に会長の選任の問題もあるし、まあとにかくすごいたくさん問題を書いてました。もちろん悪いとこじゃないですよ。いいとこもあるし、悪いとこもあるけど、今だったら7000億あるような予算をきちんとね、使って、本当に視聴者のために、受信料を払っている皆さんのために、公共の福祉のためにあるべきだと、この放送の形態を、やはり日本の財産ですから、守りたいという一心で書いた。そして立花さんはそれを言い続けた。それがニュースの真相で開講したということで、ここまでが最初の出会いですね。立花隆さんとのやっと出会いが来ました。生放送で2006年に一緒に番組に出ました。で、ここで、お互いね、確認し合ったっていう風な言い方がいいのかなと思います。立花さんにとっては多分初のテレビ出演じゃないかなと思います。私はおかげさまで99年ぐらいからもうラジオテレビ出させてもらって、2009年にはほとんど辞めちゃうんですけど、11年かな。で、まあそういう意味ではこの2006年が立花さんとの出会い、スローモーション繰り返しするように出会い、これわざとこの愛こっちじゃなくてね、こっち使ってる。なんとなくちょっとラブラブな感じでしょ。はい。ということで、第2弾まで来ました。次、この後の出会いの、進行形に関しては、第3弾でお伝えします。幹事長 YouTuber が既得権益をぶっ壊す。